今回のビデオではアイアンショットが番手通りうまく飛ばない方に原因を追求していきたいと思います。皆さんこんにちは。今回はアイアンで自分が思ってるような飛距離が出ないという方に向けて、今回のドリルをご紹介させていただきます。まずアイアンの距離が思ったより出ない、また出ない、いきなり出なくなってしまうっていう方はフェイスの向きがインパクトで開いていることが考えられます。またスイング軌道がアウトサイドから入り、ボールをこすったボールを打ってしまって距離が出なくなってしまう、この可能性が非常に高く考えられます。まずバックスイング、アドレスの通常通りアドレスをしていただき、このように通常通りバックスイングするんですけども、ダウンスイングの時に体が開いてしまったり、左肘が抜けてしまったり、このようにすることでフェイスの向きは変わってしまいます。今回はこのフェイスの向きを正しい形で体感するドリルを皆様にご紹介します。このマットなどの角を利用してください。この角にボールがあると思ってアドレスを取っていただきます。このポジションでバックスイングをしてインパクトの時に止めてみてください。このようにスクエアになっていれば大丈夫なんですけども、ここからダウンをした時にこのように開いてしまっているとボールはいきなり飛ばなくなってしまいます。しっかりとここでまっすぐのフェイス面を感じ、インパクトを作れるように練習をしてください。またショートアイアンでこのようになってしまうと極端に離しているわけではなく、10ヤードから20ヤード本当に距離がバタンと落ちてしまうことがあります。このようにならないためにスクエアなフェイス、綺麗なスイング軌道で振れるように練習をしてください。以上で本日のレッスンを終わります。三浦クラブの三浦です。たった10日間であなたのゴルフを格段に上達させるためのプログラムをご紹介します。ついに始動、絶対上達10日間プログラム完全無料公開決定。10日間レッスンで知らなきゃ上達できないゴルフの基礎を PGA ティーチングプロ竹内が徹底的に解説します。さらに77ページのゴルフナレッジ PDF をプレゼント。知らなきゃ上達できないゴルフの基礎テキスト77ページと1日1本10日間の計10本の動画レッスンを配信していきます。これでゴルフの基本は完璧です。ゴルフの基本をマスターすれば美しいスイング、キャリアップ、スコア、すべて手に入れることができます。登録方法は簡単です。10日間プログラム受講方法をご紹介します。 YouTube 左画面下に URL があります。こちらをクリックしてください。メールアドレス登録画面に進みます。テキスト77ページと動画10本を受け取りたいメールアドレスをご入力ください。以上で完了です。登録していただいたメールアドレスにメールが届きます。画面下の URL をクリックし10日間プログラムにご参加ください。3分以内にメールが届きますのでご確認ください。万が一届いていない場合は迷惑ホルダーに振り分けられている場合がありますので、迷惑ホルダーをご確認ください。向上心あふれるあなたにはぜひ参加していただきたいプログラムになっております。期間限定募集となっておりますので、この動画をご覧になったら今すぐ登録してください。あなたのご参加心よりお待ちしております。一緒にゴ
ゴルフ上達に向けて頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。